Thank you.
ご視聴いただきました、コメコメのみです。どうぞよろしくお願いします。ハッピーニューイヤーってことなんですね。今日見てくださいよ、正月金河新年がボロボロひっついちゃって分かりませんけども、ひっついちゃいましたね。ツルムツルカメ満年で皆さんの長い今日ですね、祈願をしながら、もう鏡開きもしたんですけど、今日持ち上げようかなと思ったんですけど、危ないからやめた。もうこれもちょっとなかなか、あ、これしちゃいましたね。これはまた後からプレゼントしようと思ってます。今日はですね、僕なりに正月をテーマにしたら、この前もいいでしょ、一生懸命100均で買って作ったんですけど、みかんを取りながらマイクにするちょっと不格好ですが、今度はですね、大きいのでやろうかなと思ってますけど、またよろしくお願いしますね。こんな工作手伝ってくれる方、またよろしくお願いしたいと思います。じゃあ次はですね、何だったかな、シェイクヒップでいいでしょうか。皆さん、回転しますよ、よろしく。Thank you.
いつも最後にやってたんでね、終わりっていう感じはありますけども、まだやりますよ。あ、シールの5番が落ちてしまった。今年のお金が心配です。あれね、今年もう始まりましたけど、報告が皆さんにありますよ。実を言うとね、この音楽の雑誌、ヤマハの雑誌なんですけど、なんて読むんでしたっけ、佐竹さん、これミュージン、ミュージン、ヤマハのね、会員の方定期的にもらってるらしいんですけど、ここのインタビューを受けましてね、ありがとうございます。多分3点にね乗るらしいんですよ。私1時間半インタビューありましてね、確保はっきり言って私の頭の中で覚えてませんけどもね、滝ちゃんに歴史を、調べてもらいまして、どうも2015年にやろうよっていうようなきっかけとともに、2016年実は8月このムジカからスタートしたんですよ。思い出のですね、ムジカさんがありがたいで、今日雑誌見ていただいたかもしれませんが、スピリッツっていう雑誌がありまして、1月号我々鏡になりました、ありがとうございました。この認定証をいただきましてですね、させていただいております。この2つがですね、いろいろもう初め起きたことでですね、こんな、老体が揃っておるわけでありますけども、もっとみんなが共にですね元気を出しながら、やっていきたいなと思いますので、皆さん一緒になってですね、第6番目の楽器は皆さんですよ。今日はなかなか激しい声などが出せないんですけど、ハートは一緒です。いつも一緒にいてくださいな。一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。
ミュージカルでやってからずっとこの曲はですねやってる曲なんですよね。皆さんもですねバージョンアップして聴けているでしょうか。ああそれなりにですねバージョンアップしてまいりました。これどうです、意外とねこれは門松なかなかこうまず立てるのが難しかった。でおしっこ行くときもいろんなところにぶつかっちゃう。なかなかこれ今度は正月バージョンこれやめようかなと思って、でもね正月何がいいかなと思ってたんですよね。昨日も急に津波が来てねびっくりしましたよね。本当にね名古屋どんな影響があるかなって言って雇いの方が心配でですね思ってましたけど、さほどということで大学生心配でしたね。今日は私も大学生たち系をやめてここに来ております。まあ来年暑さと長い息でですね、やっていこうと思ってますけど、今日奈々ちゃんに変化がありましたよ。どっか見てわかりますかね。どうですね。セクシー。あれ？なかなかね、あの見えないところにおしゃれをするっていうね。今度は何色か、今度はリクエストしてくださいね。トラ系がいいって言ったらトラ系とかね。まあゼブラ系がいいって言ったらパチンコの人がそうやって言っていただけば、ナナちゃん連れてくれば。まあそんな話が良かったですね。奈々ちゃんね、さっきね、今日から不良になる人。あ、そうでしたね。毎日いろんな色を見えないところでね、やると、ありがとうございます。じゃあ次はですね、抱きしめたいって曲です。僕はThank you.
今日は何ですかっていうのは今年からやろうっていうのはやめようかなと思っててですね、実は考えてなかったっていう噂もありますけど、そうじゃないんですよ。で、これからの米株のを楽しみにしていただきたいポイント、一つちょっとですね、米米の曲を大人チックに編曲しながらやっていこうかなと思ってますね。今いろいろ練習中でありますが、今日は見せれる状態じゃないんですね。3曲ぐらいあるんですけども、何でしたっけ、シング系、ピンクパンサー系、ジャズ系、まあ中には民謡系も入ってるかもしれませんけどもね、まあいろいろ変化させながら新しい米米をプレゼントしながらですね、エンターテインメントをしていきたいなと思っておりますので、一つよろしく楽しみにさせていただき、で次のねライブなんてまだまだ決まっておりませんけども、こういう状況ですからなかなか約束できないのは皆さんと一緒でしょうね、でもですね、なるべく、きっちり感染対策をしながらやっていきたいと思いますので、また一つ、応援と心の支えになっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。青葉からの祈りたい、
時間もしてまいりました。今日は本当に長い間ありがとうございます。今年の米米の抱負はみんなでまだ考えてませんでした。てんちゃんどう？抱負今年は病気をしない1年にしたいな。そうだね。じゅんちゃんは？私ですか、はい、ぜひあの寸劇をここにまた入れてください。あ寸劇、必殺かなんかみたいな。なんか見ましたか寸劇？ぜひちょっとあの皆さんが楽しめるような寸劇ですか。寸劇を今度寸劇検索してください。あのもうこうちゃんが大活躍してます。それはここでは言えません。お楽しみですね。今度はお事務者ですね。こうちゃんは何ですか？何が？今年は豆腐。まあいいか。はい、ありがとうございます。じゃあ最後はですね、かっこよくのイメージを想像しながらですね、この曲に最後しました。スタイリッシュウーマン。
ありがとうございます。どうも、終わりました。今日はありがとうございます。お気をつけて、お忘れ物ないようにですね、帰ってください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。